商品レビュー専門の J です。iPhone 使ってて、やっぱしケースって欲しいですよね。裸で使うって人もいますけど、まあ、ちょっと壊すのは嫌だとか、あとリセールとか、ま、いろいろ貧乏症があるんですよね。でもケースぐらい、今いろいろある。ただケース、多くは樹脂製なんですよね。プラスチックみたいな感じ。だからみんな持ってて被る。それ私はやっぱし天然素材がいい。まあそう思っても天然素材。厚いんですよ。プラスチックとかはすごく薄くてスリム。でも天然素材ものって、やっぱし厚い。まあだったらまたプラスチック。プラスチックだって木目のものあるだろう。確かにあるんだけど、あの化粧ベニヤ系みたいな感じでちょっと嫌だ。そういう悩みを持ってた人にいいものありますね。ピタカの木製ケース。こちらですね。木製です。でも木製、さっき言ったみたいに厚い。でもこれはまるでプラスチックのケースのように薄いですね。それこれ驚きの薄さです。こちらですね。あ、そうだ、これ付属品としてガラスフィルムがついてる。それこのガラスフィルムだって意外に高いですからね。これが付属してる。だから画面も安心ですね。というかケース、こちら。薄いですよ。もう本当にまるでプラスチックのケースです。それこれ木製なのにこのような形。結局化粧ベニヤ。そんなことないです。一枚板ですね。約1ミリの薄い板を曲げてますね。具体的にどのような加工で曲げてるかわかんないですけど、多分熱なのかな。しっかり曲がってます。この折り返しの部分、1枚の板で曲がってるんですよね。まあ木も水をつけて曲げれば、いろいろ自由に成形できると言われてますけど、ここまでのものを見ると感動ですね。木の代わりもしっかりする。本物の木ですよ。取り付けもプラスチックのケースのようにいきます。取り付けましたね。それ取り付けるとまるでこれが一枚の木のブロックみたいですね。木の iPhone って感じです。大きさ的に1ミリ厚くなっただけ。不思議ですよ。やっぱ捨てって正直なんですよね。本物の木なのか、いわゆる化粧ベニヤなのか、簡単に分かっちゃう。まあ当たり前といえば当たり前ですけど、まあやっぱし体って本物を求めてるのかな。あと最近の iPhone、大きいじゃないですか。特に6プラスとか。それ大きいですので、他のインテリア、エクステリア、自分の持ち物と調和が求められるんですよね。それ特に天然木で揃えてる人。大きい iPhone 6 Plus も木のケースにしたいんですよね。でもあの厚いのは嫌だ。普通に削り出してはみ込むものですと、まあ大体5ミリから1センチぐらい盛り上がるんですよね。まあそうすると iPhone 6 Plus だと致命的ですからね。ただでさえ大きい。それがさらに1センチ大きくなる。ちょっと嫌ですよね。でもこのピカタの木製ケースは大丈夫です。もちろん本物の木がいい。そういう人におすすめなケースですね。本当に薄いです。この仕上がり感動しますよ。ぜひピカタのケース選んでみてください。まあ、ピカタ、他にもいろいろラインナップありますね。木製ケースも数種類。あとはアラミド繊維を使ったものとか、いろいろユニークな素材とかユニークな加工方法のものが多いです。しかも高級感高いです。ぜひ選んでみてください。今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。